捨てた穏やかな春の日差しが揺れる小さな駅、別れよね悲しみよね憧れは強く、アレンジが強くない、寂しさも背中合わせの一人きりの旅立ち、動き始めた汽車の窓辺を流れてゆく景色だけをじっと見ていよう。サフラー吹きのさらいの空、悲しいほど青く澄んで胸が震えた恋をして恋に破れ眠れずに、どんどん上手くなってくる。過ごすアパートの窓ガラス越し見てた夜空の星、この街で夢を追うならもう少し強くならなけりゃ、時の流れに負けてしまいそうで、動き始めた朝の街角、人の俺に溺れながら空を見上げた桜吹雪のさらいの空へ流れてゆく白い雲に胸が震えた。離れれば離れるほど静かなところは、なおさらに募る。俺たちも3番まで歌うことを普通に思っちゃいけないよ。どうだね、忘れられずに開く古いアルバム、全部歌えるかなと思いながら若い日の父と母に包まれて過ぎた柔らかな日々の暮らしをなぞりながら生きる。まぶたを谷村さんに、サビを谷村さんにも浮かぶ景色が迷いながらいつか帰る愛のふるさと、桜吹のさらいの空へいつか帰る、その時まで夢は捨てない、まぶた閉じれば押しのけてんだね、浮かぶ
景色が迷いながらいつか帰る愛のふるさと桜吹雪の絶好調ですね。谷村さん何やってるの。さえやら空いるんですけどね谷村さんで。ここにいるんですけど。いつか帰る。けっと帰るから。Day night dreamer live on air.So much stress. Now a variety program. Summer night果てしない違う。それがありましたけど電力でしょ。いや電力じゃない電力じゃないです。飛行機でもないですから。こんばんは大田原の真珠広島軍の海山地軍人の草有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリーマー。アシスタントこちら、トップリード和賀です。優しい雨松崎です。どうぞよろしくお願いいたします、はい、さあ今回もね、24時間テレビ放送中ということで加山雄三さんですよね、まあ、独立国家、戦艦光進丸国家元首加山雄三さんですね、はい、正確に言うとね毎年笑っちゃう、最後、24時間テレビのエンディングの、武道館に行かれる前にいつもここ、東京半蔵門 JFN スタジオでリハーサルでオープニング、サライを歌ってくださるということが毎年のここ数年の恒例となっております。ここで練習されるようになってから声の伸びがええねっつっておっしゃってましたよ。いや今日素晴らしかったですね。今日すごかったですね。ただやっぱり武道館ずっとお客さんいるからリハーサルするわけにはいかないからね。そこでやっぱり喉開けていかれるそうですよ非常に今日も約まあ6分ぐらい行きましたよ。大丈夫か谷村さんのリハが心配です。さあなんかね歌い上げてなかったんで、そうね、ちょっと乗ってたみたいよ加山さん。大丈夫かな、ね、ということでね、サンデーナイトドリーマーもうこちらもですね、まあ、24時間絡みということで、まあ、24時間サンデーナイトドリーマーということで、密かに行って2時間ね最大2時間やってなかったの、だとしたら裏かぶりでしょ。24時間ランナーは、まあ、翔平君ということでねこちらは、はい、ブルゾン着て、ブルゾン着て、いやいや、ブルゾンもブルゾン着てねえわ。ブルゾン着て、マラソンに挑戦中と。いやー、ま、勘違いが過ぎるな、ね、ま、あのスタート地点がはっきりしてないもんですからね。あれいかんせんね。ゴールはここなんですけどね、ここ半蔵門なんですけど、スタート地点いかんせんはっきりしてないもんですから、うろちょろうろちょろなさっておりますけれども、ね、今どの辺にいるかちょっとまだこっちは。把握してないんでね、全国リスナーの皆さんが把握してくれれば、新潟とか行っちゃってましたよ。そうなんですね、なかなかあのここにたどり着くことがなかなかないんですけどね一応メールをね募集しておきましょうかね、はい、24時間テレビ今年のテーマ告白、勇気を出して伝えようということで、今日のテーマはこちら、この24時間の告白。まあ皆さんも告白をしてくれればいいかな、はい、まああと24時間テレビ絡みのことをね、何でも OK ですし、まあ翔平君の目撃情報でもいいですし加山雄三さんへの質問、またあと後ほど来てくださるかもしれません。終わったかもしれない、終わったら来ていただけますか、ね、はい、いろいろと、お待ちしております。それも当然ブルゾン CM ちゃんへ のメッセージもお待ちしておりますし、ブルゾンへの こちらもですか。いや最近ファックス持ってない家庭が多いですから、もうそうですね、はいはいはい、だからやっぱりここで一回メッセージ受け取って、はい、ファックスにして送ってあげてもいいですしね、武道館のこちらにはファックスありますから、まあ中継、まあなんていうか仲介屋ですよ仲介屋同じやってんですよ裏番組しかなんで裏番組で仲介してるの、ということでいろいろと24時間皆さんの告白ね、この24時間以内での告白ということでしょうかね、うん、まあ、それもお待ちしておりますけれども、はい、
一応手先言っておきましょうかね、はいはい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すればだいたい一番上に出てきます。なるほど、はい。でも今日今たまたま車なんかに乗っててまだ夏休みだしね、車旅行行ってる方もいっぱいいるだろうし、うん、ちょっと驚いたんじゃないかね本当に。なんか加山さんの生歌かっていうことでいやそうですね、ちょっとびっくりした。あ、まあびっくりはするでしょうね。ラッキーですね、うん、FM つけてたら、うん、ラジオにレジスタ F の群馬加山さんのサライを聞いているとふるさとの田園風景が浮かびました、体中からいろんな液体が吹き出すくらいの感動ありがとうそうです田園風景浮かびますか。すごいな。俺は、まあ、俺は海の育ちだから。いや、海だ。向かってくださいよ。海だから。ちょっとポリックですね。あ、そっか。家のどもがしょうもない想像を働かせて、勝手な妄想を繰り広げて。もったいな。さっきの歌もったいな。性格が。犬どもが。犬どもが。加山さん、ちょっと犬はちょっとやめてください。誰だろう。いや、犬じゃないです。最近は犬風情よな、犬のくせにお前は俺は狼になれたいのというやつがいるけど、お前犬は犬だからいや犬はお前一人で群れから飛び出したって犬だからな。犬がお前群れて一人でなりたいっつって狼気分で飛び出すだって犬は犬だよ、まあ、まあそういうのがあるかもしれないですけど、狼に食い殺されると終わるだお前ら犬リスナーに向かって犬ってあんまりよくないです犬いや僕なんで俺ら、ね、目を見て言われてる、目を見てもうって言われましたよ。狼に勝てると思うな。いやもうはい犬が、はいはい、身の程をわきまえて、はい、そして私はな、はい、虎だ。ほら海の生き物じゃない、ね、海にそれ、うん、シータイガーって言われたら、シータイガ ー, 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 ー、いやもう早く武道館向かった方がいいですよ。ぶち殺す犬を、ぶち殺すのはダメですよ生き物はあなたこらダメですよなんでぶち殺しちゃうの、それですよね。あ、メールを読んでたのか、ごめんなさい、はい、ラジオネーム東北自動車道 FM 栃木、独立国家更新丸、戦艦つけろ間違いないでくださいね、皆さん。更新丸国家元首、加山雄三さん、今年も熱唱ありがとうございます。僕のデータでは加山さんの歌唱は6年連続6回目、来年もよろしくお願いします。ああ、6年ありがとうですね。まあ、6年やったら来年もお願いしますって言われたもね、生きてるかどうか分かんないからな。急にどうしたのお前らがな。いや、俺らが。俺らが殺されるってことですか、これ。この国家すげえな恐ろしいわ、恐怖政治まあいろいろとメールを送ってくだされば、ステッカーとかね、ノベルティグッズというやつですか、はい、プレゼントしておりますので、うん、ぜひぜひとね、はい、まあ個人的ないうことで言うと、まあ、9月2日ですか、来週の土曜日ですかね、ハワイに行った、模様が流れたりいたしますので、はい、それも見ていただければなと思いますけども、はい、あとは何かあるか、加山さんのやつ来てるからちょっと読もうかな、はい、ラジオネーム黒羊、有吉さん、今年で加山雄三スペシャルも6年目、これまでの独立国家戦艦更新丸の歴史まとめました有吉さんの次にこの日を見届けている和賀さん、松崎さんはどれだけ更新丸の歴史を覚えていますか、うん、ちょっとクイズ出しますね、ということで、独立国家戦艦更新丸の独立記念日は、え、独立記念日2013年8月25日国家元首出演2年目の最後に日本からの独立を宣言されましたそうだったまだ若い国っちゃ若い国なんです、まあ、そうですね、そうなんです、5年ぐらいしか、ここ数年の、第2問、加山雄三さんは何の実の能力者でしょうか、何の実、まあいわゆる実を食べてるんですよ、なんかあったな、なんかの実の能力者、ね、なんかの実だったな、正解はね、はい、腕毛の実ですいやだったらモサモサの実とかじゃないですか、フサフサの実とか、加山雄三さんがオナニーに使う道具は何でしょう、更新丸ですか、違う、正解はこんにゃく、解説、冷水で一度締めた後レンジで45度に加熱というちゃんとしてんのなこだわり持ってんなクイズ、加山雄三さんのキャッチコピーについて、牡蠣の空欄を埋めよ、丸々の山、丸々の山、丸々の加山、
丸々の山、丸々の山、丸々の山、丸々の山。正解、うん、兵器の山、死体の山、殺戮の山。なんでスローガンなんだよ。なんなのそれが。キャッチコピー。加山雄三の陸上での移動手段を答えてください。まあ、当然海は戦艦甲子園もある、はいはい、それが陸用になるんじゃないですか。水陸両用ってことですか、はい、戦車みたいな、あ、原子力空母、原子力潜水艦ですから。地上はちょっと無理。クルーザーだよ。正解、武装したハマー。武装したハマー、もうそんな空母持ってんのアメリカ大統領が、ね、乗るようなそんなもんじゃないからね。もうめちゃめちゃでかいよハマー。いやいやいや戦車っていうぐらいでかいハマー。でかい車を買いなさい。なんでハマーをでかくするの。武装して有吉弘行が日本刀で加山雄三に襲いかかるも失敗した半蔵門の変はいつ起きた。半蔵門の変、それはだから2014年なのか15年なのか。2014年8月31日の最後の日。要はその日にこれと24時間があったんですよ。要は加山雄三が過去6年で過小した時間、過小時間は、今日で6分だから、過去6年では23分、アニメ約1話分の時間。さらに3番まで歌うのは去年ぐらいからですかね。これはまあちょっと公になってる分だけですけども、戦艦甲信丸の元クルー、元クルーである芸能人3名答えてください。誰だ、まあ、これ乗ってた人3人いるんです。でも谷村さんとかだよ。あ、違う、あと1人目元コック有吉弘行。そういうこと、そういうこと、有吉の上官である泉真紀。官房長官の日部雅人。本当に加山さん関係あるの。雅人さん知らない。これはまあ独立時に降りたんだよ俺らは、船を。ああ悪いけどね、国家を作るっていうことで。それはちょっと賛成できないと降りたんだけど、うん、ラスト、加山雄三が谷村新司の好きなところ、谷村新司の好きなところはどこ。ビニボンを集めている。ああなるほど、惜しいな。正解はフェラチオがうまい。あ、黒ひつじさん、これはエンジェラです。こんなクイズダメよ。ダメだよ。高校生クイズの時期にダメですよ。覚えたかなじゃないよ。わかんないショークイズ。どうすんだ、兵器の山とか書いてあるの。面白い、殺戮の山、兵器の山。さあ、今夜のメールテーマは、まあ、この24時間の告白ということで、まあ、24時間テレビ絡みのね、告白。あんまり加山さんの話しかしてないけど。いやでもさっきの名言ですね、加山さんのね、本当に、なんか群れから飛び出して狼になったようなつもりの犬がいるけどっていう話。名言の何なんだ、そういう考え方なんだよ、犬は犬ですから。いやいやいや、これ自分の心の名言にしよう。大丈夫ね、メガネかきき FMC が今日琵琶湖の周りを走っていたんですが、翔英さん見かけました。ブラックバスをリリースしようとしていたので注意すると、あ、じゃあ食べるって言っていっぱい食べてましたよ。これ昼頃の話です。昼頃。いやいやいや、もうつかねえよ、もうつかねえよ。シガニーちゃん、タクシー使ってるからね。使ってもいいかないの。タクシー使っていいんですか。そう、もちろんですよ。あのこれはね、翔英あれだから、翔英君ここまでたどり着けるかなっていう。24時間マラソン、24時間走るあの体力なんてあるに決まってるじゃん。まあ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 、そっちは心配してないから、うん、ここまでたどり着く知恵があるかなっていう。知恵って言ってあれだから。そうだったんですよ。そうですよ。ああ、そうだ、それは別に、すいません、知らなかった。タクシー使うか飛行機使うか、ここにたどり着いてこいでしょ、っていう。
いやいや、どうやってありますから、タレント活動してるわけですよ翔英さんって。大丈夫、大丈夫、気取ってます FM 群馬、うん、翔英さんですが、先ほど群馬県ドイツ村で発見しました。一生懸命走ったらドイツに着いた。ドイツ。ドイツだと思うんだ。パスポートもなしに行けたと思ってる。やばいな。これだ。でも群馬にいるんだったら、まあ、なんとか行けそうですかね。いや、いくら翔英さんでも、でも別にタクシーか、ね、ですか。電車乗っていいんですもんね。もちろんですよ。ラジオに上高 FM 香川。翔英さん見ました。翔英さん今香川県高松市のうどん屋でぶっかけうどん3玉食べていますが、食べるスピードが遅すぎて3時間店にいます。鶴太郎さんじゃねえんだから、いいチャット食えよ。ラジオネロマンシングサダ FM 福井、福井県鯖江のメガネ工場からお届けします。8時15分現在、現在翔英さんの姿はまだ見受けられません。こちらがどうですか。お前、中継先が間違ってるよ。なんで半蔵門来るのにサバエに寄るんだよ。神出鬼没だから現れるかもしれないですからね。そうか。いや、なんでピンポイントで、なんでメガネ工場に、ね、気をつけてください、ね、見たら教えてください皆さんね。いや、そうですね、本当何度か半蔵門に今年こそついてほしい。なんとかね、全然もう何年連続失敗してんだと。全然会ったことないですよね。俺たち会ったことないもん。ラジオネーム、ゼミナール FM 群馬、はい、24時間テレビの応援メッセージこちらで合っていますか。ブルゾンさん、最後まで走り切って無事ゴールしてください。応援してます、頑張って。これファックスしとけ。わけわかんないって。しとけじゃない。FM どっかからさ、半蔵門経由で。ラジオネームも、大水快速 FM 滋賀、加山さん、今度海沿いに引っ越そうと思うのですが、何か気をつけるべきことはありますか。お前みたいな貧乏人が来たらな。いやいや、いいでしょ。金持ちがな、嫌うから絶対に来るな貧乏人。住む、住みたいっておっしゃってるんで、うん、ちょっとなんかアドバイスとかないですかね。なんか海に住むにあたって、お前みたいな人間が、お前みたいな、いやいや、土地買えるのか。いや、まあ、それはまあ借りるんじゃないですか。俺の住んでる近所でブルーシート引いて、お前勝手に住まないでくれよ、環境が悪くなるから。いや、いや、別にブルーシートとかじゃないと思うんで、はい、犬どもが。いや、犬団地に住んだろお前ら。いや、いい、もう団地で漏れたろお前ら。団地とか、あ、いや、まあそう、犬はい。いや、目を見て犬はやめてください。すいません。一曲いきます。でも、更新丸の歌でございます。さあ、この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは。有吉弘行、サンデーナイトドリーマー、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしております。はい、今月のアシスタントはトップリードワガと優しい姉松崎です。続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。ではニュースに参りましょう。はい、まずはこのニュースから。小さま出発遅れの飛行機で熱唱。ずっとやってんね、いろんなニュースでね。歌手の加山、歌手の松崎どういうことだお前。いや、そう、ちょっと、あの、ずっと加山さんで30分来たもんで。なんだまたあれか。じゃあ加山雄三さんがコミケ来たらまた追い出すのかお前ら。いや、そんなことはない。いや、そんなことはしないですよ。加山さんのこの心の広さと比べてお前らどういうことだ。いや、すいません。いや、確かにね、追い出します、すいません。ほうぞらと広い大地のその中で、やってますか。歌も日の日か幸せを自分の腕で掴むよ、歩き出そう。あ、そうだ、歌手の松山千春さんが搭乗した飛行機の出発が遅れた際に、機内のムードを和らげるために自らの代表曲、この、大空と大地の中でを機内放送を通じて披露していたことが分かりました。これは千春さん自ら客室乗務員に申し出たもので、機長も特例で許可、サプライズ歌唱に乗客は大歓声と拍手で喜んだそうです。はい、
に息を吹きかけて縛れた体を温めて生きることがフライとか苦しいだとか言うまえ谷村松山さんがいやすごいよ世に育つミュージックソング花ならば力の限り生きてやれ思えた両手に息を吹きかけて縛れた体を温めて生きることが出たっていうことだね。っていうことなんですね。そうですね。はい。こういう状況だったってことです。え？こういう状況だったっていうニュース。全部迷惑だった。この前違う。こんなことない。違う。生放送で歌われたわけじゃない。お前ら全部迷惑だろ。ニュース読むのかなみたいな顔しちゃいましたけど。はい。いやいや違います。まあ今日こんな困惑してないと思う。困惑だってなって。生歌だと思って喜んだ。嬉しかっただろうな。すごいことですね。これやっぱ今きっとこうやっぱ松山千春さんの綺麗な歌声でさすごいなんか爽やかな感じがするじゃない。あのまあ頑張る歌なんだけど力強い歌なんだけどさ、はい、これとにかく明るい安村がさ、はい、いるだろ。あいつハワイ一緒に行ったんだけどさ、はい、ハワイでハワイのカラオケでさこれ歌うわけ。ハワイでまずこれ歌ってるのがあれなんだけど。うん、そうですね。力の限り生きてやれって噛み締めて歌うのよ。めちゃめちゃさ開拓時代の爽やかなハワイの風の中さめちゃめちゃ雪国の石炭掘ってるみたいな。そうめちゃめちゃ息苦しくなってくるんだ。いやもう歌う人次第だなと思うんだよね。北海道なんでね。一回ブレイクします。さあ、引き続きじゃあニュース。はい、続いてはこのニュース。メイウェザーがマクレガーに TKO で完勝。2年ぶりに復帰したボクシング元世界5階級制覇王者のフロイド・メイウェザーが総合格闘技 UFC の2階級制覇王者コナー・マクレガーを10回テクニカルノックアウトで下し50連勝を挙げました。両者のファイトマネーは100億円以上と言われており世界的な注目を集めていました、うん、メイウェザーがコミケ来たらまた文句言うんだろうお前。いや文句は言わないよ。そういうことじゃないんですよ、ね、誰来ても基本的にはメイウェザーがなんだっけサークルでサークル参加したらメイウェザーがサークルでパッキャオ物語っていう漫画それは買う買う買うってお父さん追い出すんだろ。いや追い出さないよ。ボクサーが売名行為だって。いや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 メイウェザーだぞ。いやそれはだったら出版社行け。自費出版で自費出版する。最近ちょっとやっぱ UFC とかちょっと俺遠ざかってんのよね。まあ俺いや結局ほら俺みたいなにわかは地上波でやってないと見ないからさ。ダゾーンでやってたよね。ダゾーンねとかでやってて、ちょっとまあ見るタイミングなかったり。俺昨日まあひそかに24時間出てたりしたからちょっと朝起きれなくてさ深夜に出ました。見れなかったんだけどすごいね。100億だって。なんかまあ見た人が見たまあすごいよどっちも。まあマクレーが負けたけどね。まあボクシングの選手じゃないのにねボクシングだけで勝負してるしね。ああそういうことね。そうなんですよ。なるほどなるほど。まあまああんまり語るとまたあのマニアの人たちうるせえからこれはもう知らん顔しとこう。なんか歌うものなかったかな。いや歌いたい。歌わない。電力お待ちしてます。お待ちすんなよ。電力お待ちしないんだよ。電力夏休みやりますけどね。ラジオ
よ。松崎はなんか好きな歌はないの最近？最近好きな歌はもう本当にアニソンとかしか聴いてないですからね。それでいいじゃん。アニソンしかなんて言うなよお前。そんなお前ヒゲすんなよ。いやいや、それがお前のいいとこだろ。あ、本当ですか。どうぞ。ありがとうございます。どうぞ。ある晴れた日のこと、魔法以上に愉快な、限りなく降り注ぐ不可能じゃないわ。あ、はい。曖昧させんそれブニッてキュッタピングが制服だブニッてことかいブやっちゃっちゃ頑張っちゃ、だいぶ懐かしい。あのこの間あの SOS 団が再結成されたというアニ様で、はい、あそうなの、はい、それでちょっと、うん、メドレーで春日を、はい、メドレーで応援したんです、はい。アニさん特集今送る。ああ、そうですね、はい、はい。I'm ready I'm ready 始めよう。アイドルマスター、ちょっと短すぎない？はい、なんだろうそれ、知らないの？にわか？いや、にわか、にわかなのかな。全然知らないよ。サビしか、触りしか知らないじゃん。あ、ちょ、いや、じゃあちょっと、ちょっと長めにいいですか？ごまえ、ごまえ、頑張っていきましょう。一番大好きな私になりたい。てれてて。これこそ文化放送ってなりますよ。テンテレテンテンテ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 テ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 動き始めそのメドレーはない。違う、そのメドレーはない。そのメドレーはないね。どのラジオ聞いてもないと思う。そこからは難しいですね。どんな優先だって。優先でその流れのそういう曲 DJ ないの？ないですね。まあ難しいかな。ない、はい、DJ ミックスないです。そんなコーナー行きます、はい、一回皆さん落ち着いてください。はしゃいで歌っちゃって。いやいやいや、24時間テレビはまあお祭りだけど、お祭りじゃないから。まあまあまあ、チャリティーイベントだ。そうですね、あんまりはしゃがないでよ。落ち着いてコーナー聞いて。リクエストがあったの？誰が落ち着いて？街の賢者。はい、はい、あなたが街の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらってます。ラジオネーム三平。先週のサンドリで24時間マラソンのランナーである翔英が1週間前なのにもう走り出しているという会情報を得たので、その真偽確かめるべく翔英について調べたところ、翔英がおすすめする自分を取り戻すことができる映画、猿の惑星というタイトルの面白そうなインタビュー記事を発見しました。以下翔英の発言です。このシリーズのすごいところが、一作目のニューヨークのラストから最新作までネタを切らさずにワクワクさせながら続いてる点、しかもスケールアップして、僕は猿の惑星を見ると自分にもこんな探求心があったんだと忘れていた感性に気づくなどして本来の自分を取り戻せています。自分を自分で感じる猿の惑星は、そんなこともできる作品です。アホ、何言ってんだお前は。そう、両断なの。無理して難しい言葉使うな。僕みたいなやつがいっぱい出てきて面白いです。でいいんだよ。そういうことでもないよ。そんなことよりお前今どこ走ってんだ。まさかまた河合俊一の実家のとんかつ屋に向かっていけないだろうな。新潟だろ。それ言っとくけど、あのとんかつ屋な、2年前に潰れたぞ。あ、そうなの。新潟組んだりで油売ってねえで、さっさと半蔵門まで戻ってこい。潰れちゃったんだ。そうだな、河合俊一さんのお母さんのね、お店やってましたね。応援メールまあ応援メールですよ。ちょっと叱咤激励っていう、はい、そうですね。はい、ラジオネームミヤちゃん。アメリカに40年間毎日1日3本のドクターペッパーを飲み続けてきた104歳のおばあちゃんがいることが報道され大きな話題を呼んでいます。エリザベス・サリバンさん104歳はこう語ります。お医者さんみんなが死にますよと言ってきましたが、先に死んでしまったのは
彼らの方でした。何それ。おい、聞いたか、鶴太郎。そこ行く？お前もさっさとヨガやめてドクターペッパー飲め。あんなヨボヨボガリガリのひどい体探してまだ健康だとか言うつもりか。ヨガ中心の生活ってなんだ。健康になるためにヨガやってんじゃなくてヨガやるために生きてるってどう考えてもおかしいだろ。元の生活に戻せば逃げた嫁も戻ってくるだろうから二人で一緒にドクターペッパー飲んだらいいじゃないか。てかそれ以前にリアルドクターの言うこともちゃんと聞いとけよっていう、うん、いいじゃないですか、あげときましょう。いやでもすごいおばあちゃんが言うよ、やっぱりね、人間ってそう、いやそれなるべく健康な生活した方がいいのは確かだけども、うん、めちゃめちゃまれに強い人がいるんだよ、やっぱり。一日タバコ100本吸ってますって全然肺が元気な人とかさ、あいますね。いやな、それはもう運なんだよな、そういうのってな、生まれつきのもんでしょうね。じゃあ俺もそういう風に自由に行きますって言ったらクシッシですよね。そういう人ですよ、ね、やっぱり、ラジオネームね、うん、不可思議ファイヤーボーイ。いやラジオネームはいいでしょ。その人なんかあるんですから。ファイヤーボーイ。ファイヤーボーイってある。笑わせやがって。笑わせそうにないと思うんだな。窪塚洋介コンテストこと鳥人間コンテストにて、いやいや違う、飛び降りる人じゃないの。東北大学 OB 宮内空のパイロットが好きな女性のタイプを聞かれこんなことを言ってやがりました。そんなものはね、成吉さんもう分かったでしょう。彼は間違いなく童貞だ。童貞でも空を飛べる、いや童貞だからこそ空を飛べる。俺たち童貞は純粋そのもの、背負うものがないからこそ僕たち童貞は高く舞えるんだ。コツか、お前は童貞じゃないからマンションの9階から落ちたんだ。そうだ、羨ましいだろ。俺たちは空を飛べるぞ。死んでもらえないよ、本当に。危ないです。スピッツもそんな童貞が空飛べるみたいな歌ってなかった。いや、童貞がじゃないと。チェリーと空も飛べるはずって歌がありますけど。空でしこれるよ。空でしこれるよ。空でしこれる。いや、そんなないです。ないです、ないです。空でしこれる、うん、空も飛べるはずでしょ。あ、そうだっけ、はい、しこれる、あ、本当に間違えてる。空で飛ばすはず、ね、空も飛べるはず。空で飛ばす。何してんの。手どこにあんのよ。だって飛んでんだよ。ラジオネームブラザーフットオブスティール、ベーコンレタス金髪ワッパーことデーブスペクターが。なんだ、結構いいじゃない。面白いです。ベーコンレタス金髪ワッパーことデイド・スペクターが身長45とかいう雑誌でこんなことを語っていました。僕は日本のテレビ番組において日本ニュースやバラエティは世界的に見てもレベルが高いと感じてます。ただドラマだけは本当にひどすぎる。進歩するどころかどんどんクオリティが下がってる。特にひどいのが役者の演技力。まあ演技のレベルはあらゆる先進国の中でもぶっちぎりで最悪だと思いますね。おい、どうしたどうした、デーブ、ずいぶんひどいこと言ってくれるじゃないかよ。演技が下手な大根役者って誰と誰と誰のことだよ。俺には全く思いつかないけど、そこまで言われたら気になるじゃないか。まあお前もそう言うけどさ、日本の役者も捨てたもんじゃないんだぜ。牧大やアキラをはじめとする最強アクターが集うエグザイルファミリー。料理もできるし背もでかい個性派デクノボーこと早見もこみち。足を踏み出せば全ての道がレッドカーペットに変わる超一流演技派女優、前田敦子、佐々木希。分かったか、デイブ、日本の役者舐めんなよ。そうだ、舐めんなよ。そうだ、もう。すごい人たち。これだ。ラジオネーム、ブラックさん。女性限定匿名掲示板、ガールズトークにて、ノースリーブで仕事に来る女性について、髪を後ろで湯沸く際など、脇が全開の状態となることなどから、投稿者は不快に感じているという投稿をしたところ、賛同する投稿と、清潔感があれば問題ないという人との投稿が殺到。なんか、ブスがひがみとかいっぱい書き込みそうな掲示板だな。どうせお前ら自分はブスだからノースリーブ着て脇をさらせない。そう思ってんだろ。はぁ、お前たちは何にも分かってねえな。そんなこと気にせず、暑い日が続いてるんだし、ノースリーブ着て、脇さらしてみなよ。そして、清潔感があればいいと投稿したやつ、君も何にわかってない。清潔感なんて一切不要。ありのままの脇でいいんです。女性の皆さん、
暑い季節が続いておりますので、ありのままの脇を我々男性にさらしてください。さらされた脇を我々は凝視します。どんなババだろうがどんなブスだろうと凝視します。かつて中村アンの脇を凝視して惹かれた有吉弘行氏のように、女性はノースリーブを着て暑さを和らげ、男性は女性のありのままの脇を見ることができる、これぞまさにウィンウィンの関係ではないでしょうか。なかなかでも正論だね、これは。そうですね。正論か。いや、わかるよ。わかるっちゃわかる。以上。Stay Night Dreamer Live on air。 さあ、有吉サンデーナイトドリーム、もう1時間でございますけどね。24時間、どうなってるんですかね、全然わかんないですけど。いや、そうですね。もう着いたんですかね。ね、着いたんですかね。うん、まあ、つくでしょう。頑張ってましたから。翔平君とは違って。結構足取りがすごい軽かったですね。なんかブルゾン、はあ、あ、そう。なんか結構、走って、うん。着いた。あ、着いた、着いた。なんかね。なんか陸上やってたんでしょ。あ、そうなんだ。とか言ってたよ。そうか、そうか。ラジオに時任三郎、FM 長野。え、今年は、加山国家元首、谷村最高顧問に加え、松山千春国防最高司令官まで来てるんですか。いや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 、そこルなの、司令官なの。ああ、そうなの。あ、千春さん、うん、本州な、本州は全部火の海だな。本州火の海、本州四国、本州四国九州火の海だ。北海道だって守られてる。さすが千春さん。北海道行きたいな。北海道だけは、北海道だけを守ってくれるんだ、俺たちの千春さんは。お前北海道だもんな。いや、お前いいな。いいな。ありがとうございます。さすがだ千春さん。ラジオネーム東北自動車道 F の土地、松山千春さん、北海道の観光スポットを教えてください。あ、村ハウス、あ、知ってる、あ、村ハウス、うん、ムネオハウス。ムネオハウス行く、ムネオハウスじゃないでしょ、観光地で見せないでしょ。そんなここがムネオハウスだっていう観光ないよね。ラジオのキリンパ、加山さんって手が大きいですね。手が大きくて得したことありますか。それ、いや本当にいると思ってんだよ、ね、うん、質問だよね。ただの加山さん聞きたいことを、お前らみたいな犬を潰すのに便利だな。怖えんだよな、まとめて潰せるから。手で、いや、どんな国家を築いてんだこの人。ラジオネームムー大陸 F 香川、加山さんとメイウェザーどちらが強いですか。あ、メイウェザー君だ、いいよ。お相手この後も引き続きよろしくお願いいたします。2017年8月27日日曜日、時刻は9時を回りました。この時間からお聞き皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今夜のアシスタントはトップイードワガと優しい雨松崎です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマーでございますと、はい、そうね、広島県ね、甲子園広陵高校、広島県の広陵高校準優勝だったんですよ、はい、嬉しいなー、ホームランすごいですね、すごいです、清原超えてるとかね、うん、あの久々ですよ、こういうバッター系でスーパースターが出てきたの、広島でいうと。あんまりそのなんか突出したスーパースターみたいな選手ってなかなか出てこないんですよ、広島って。結構チームプレーみたいなチームが多いんで、ね、こういう久々だからなんか嬉しいね。なんかでも結構なんか NHK でずっと放送してるからさ、はい、あんまり清原とも言えないから、ちょっとなんか変に気まずいよね、清原さん。ああいうことやるとみんなが迷惑するからさ、本当にもういい悪いことしないでほしいね、清原さん。まあ、ね、そうですね、イメージがいいんじゃないですか、ね、あんまり清原を超えたとかさ、あんま言えなくなるもんね。ランドコロのままでいてくれれば、ね、うん、なんか NHK でも気使って清原さんを超える。ちょっと抑えめのトーンになるよね。
吹き笑を超えた怪物登場かみたいなのはないよね、やっぱりちょっと言いにくい、吹き笑さん超えましたねなんかちょっと気使うぞみたいな、あれがちょっと聞こえない方がいいぐらいのね、ラジオネームね、アシクジーター FM 長野、今日の昼頃長野県松本市川沿いにて翔英さん見ましたこれが信州のおやきってやつかと言いながら河原の石を食べてますいやどういうこと、何を間違えてんだよ何にもらったんだよ、石食って海に沈められる狼じゃないんだ赤ずきちゃん沈められるのことでしたっけ、何も悪いことしたよ、ラジオネームだまし屋スケシン FM 宮崎、翔英さん情報です、翔英さんはあ移動手段は一つじゃないよと思いつき、今北海道の遊園地で観覧車に乗っています、今6周目つかないよ乗り物じゃないこの時間やってんの、ちょっとわかんねえやつだなこいつ飛行機乗んないと、ラジオにニラレバ46、翔英さんただいま東京湾で水の中の人手を見てハンドスピナーだと言い海の中へ飛び込んでいましたいろいろ目撃談はいろいろあるんだけど、どれが真実か分かんないよね、なかなかね、見間違いもありますもんね、まあいやきっとあると思うよ誰だよ、じゃあ助けてやれよハンドスピナー人手間違えてるやつ助けてやれ、まあでもなんかうろちょろはしてるみたいよ、だから意思は持ってるみたいここに向かうんだという意思をね、確かにね、ぜひ聞いてほしい、結構なんか昼なんですとかでも結構翔英くんの名前出るとさ、俺結構いじんのよ、はい、そうさみんな結構あちょっと言い過ぎなんじゃないかなみたいな顔するんだよね、俺とあんまり翔英くんのつながり知らないから、翔英くんと俺はゴルゴ一門ですからそれを押すけど、ゴルゴ松本さんの右腕を2人で争った中です、同門で同じ釜の飯を食ったっていうやつです、だから今言っていい、言っていいよね、言っていいっていうか、まあ何言ってんだあいつみたいなもんだよね、中尾明さんとほら江守徹さん、江守徹さん何言ってんだバカお前みたいな、何バカだぞろみたいなそんなに仲良くないそんなに仲良かねえよ、ないんかだったら普通に呼んであげてくださいちょっと私がねちょっと以前ね、はい、麻布十番祭りに行ってる芸能人ちょっとおかしいんじゃないかおかしいんじゃないかそれはね、ラジオネーム大陸 FM 香川、2週間前の放送で怪しいつながりがあるに違いないとのことから麻布十番納涼祭りに行ってるバカの監視令が発令されておりましたね試しに今ツイッターで麻布十番祭り検索したところ片山さつきさんがトップに出てきたやめろよ、何してんだよ、何してんだよ、もっと、まあまあ、もっともっといるはずですよ、ね、まあ確かに、ね、行ってもいいんだよ別に、うん、コミケだろうがさ、うん、アザブ十番祭りだろうがさ、うん、フェスだろうがさ、うん、どこに行ってもいいんですよ、うん、ただおかしなやつはどこにでもいるよって片山さんじゃなくてね、なくてね、いろんな、そういうことですかあとはもうでももうこれで夏終わりだね、そうですね、うん、なんとなく、うん、まあ暑い日は続くだろうけど、うん、まあ一段落っていう感じじゃない、お盆も終わって、うん、まあもう夏休みも終わりで、うん、何にもないだろ我がは、いやそうですね、お前もさっきディレクターさんが、うん、そのサライ歌ってるのを聞いて、うん、ああ1年早いなっていや正月に言うことですよ年末とか、ね、まあ、サライ1年っていうのは早いな、去年って早いなって思うか去年のサライから今年のサライまで、そうだな、それでなんか1年測ってるんで、そうだな、でもリスナーの方もそうなのかな、そうだな、やっぱ国家元首のサライ聞いて終わりだなと思うんじゃない、いつも夏の終わりっていう感じしますね、お前はでももう夏終わったらじゃあもう何もやることないのか、なんか目標とか、目標だからキングオブコントの決勝が、あそうかそうか、うん、まだいつだ、準決勝が9月7日とか、9月7日とかもうそろそろじゃないか、うん、そうですね8日7日はい、あそう、はい、ちょっと次で、次が準決勝です、次勝てば決勝、決勝です、おお、じゃ決勝なんとかいってな、せめて足跡残してほしいな、爪痕、うん、いやもう爪痕というかもう、うん、僕は、うん、キングオブコント、うん、優勝しますバケのおい殺すぞ
Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。さあ続いてにわかは語るでございます。にわかの皆さんが自由気ままにいろんなことを語ってくださっております。はい、ラジオネームラッパーザキバチョフ。いやーやっぱみちょぱ最高だな。みちょぱの作る料理が一番なんじゃないかな。いろんな料理作るやつらがいるけど日本で一番の料理人は間違いなくみちょぱだね。そう、あ、いやみちょぱってあれだよ、最近流行りのギャルじゃなくてあの道場六三郎のことね。言わねえわ。言わねえわ。道場六三郎はみんな昔からみちょぱって呼んでるからね。何せんの。みちょぱは料理の鉄人でも無敵だったし、みちょぱの包丁さばき天下一品だもんな。みんなも今後のみちょぱ応援してあげよう。いやそれもう、あ、そっちのみちょぱ風じゃん。だっていやいやいや、そっちのみちょぱいないんだよ。みちょぱって呼んでんの。道場だからな。道場そんな可愛いあだ名つけないで。ロクさんとか呼ばれてんじゃなかったかな。なんかね、今そういう親しみ込めてるんですかね。そうだな。鉄人酒井とか陳金ちゃん呼んでんだろうな。あ、みちょぱ。みちょぱ今日みちょぱか。みちょぱ強いな。ラジオネーム、クレイジークレイジー。やっぱ時代は HG だよね。 HG を中心に世界が回ってるって感じするよね。え、 HG が誰かって、いやそれは星野源に決まってるでしょ。決まってねえわ。 HG って本当に何でもできちゃう。演技もいい、歌もうまい、それに加えておしゃべりもできちゃうなんてすごいよね。でも俺に言わせればそんなマルチさがHG の長所であり弱点である。HG って言うな。語弊を恐れずに言うなら器用貧乏って言うのかな。これからは HG にしか出せない色出してってほしいな。HG って呼ぶな。ややこしい。せいせいですね。それが HG ですね。せいです。レジェンドおまっとさんでした。ああ、そう、マクドナルドの呼び方論争が起きてるみたいだけど実に滑稽だね。マックとマクド、うん、どちらも間違ってるし、そもそもマクドナルドっていう言い方も違うからね。マクドナルドの正式な言い方は、うん、ミクダネッツ。ミから始まる。ミから始まる。そう、正しい発音はミクダネッツなわけ。海外の人のほとんどはミクダネッツ。ダネは分かるけど日本だけだよ。マックだのマクドだの言ってんの本当恥ずかしい。海外に行って恥かかないようにな、ミクダーナッツ。恥かくって。いやそれ日本で恥かくじゃん。世界は知らんが。ハゲとくミクダーナッツ。ピーナスですね。それはベニスはピーナス。あ、そうなんですか。これは川北麻衣子ちゃんにも、はい、厚切りジェイソンにも確認してます。CM 中に確認してるの。そうなの？ペニスの発音はピーナスでいいですかっつって。大丈夫だ。大丈夫なの？そんなこと聞いて。ラジオラッパーザキバチョフ。結局まあクラブが一番面白いのよ。この楽しさ忘れず、この楽しさを知れずに死んでいくやつかわいそうだね。クラブって言ったらすぐにドラッグやってるだとかタトゥー入れまくってるやつらがいるだとか乱高プレーしてるだとか危険なイメージがあるけど、うん、そんなクラブはクラブの中でもたったの6割ぐらいじゃないか。クラブの良さは音楽に乗れて女口説けることだよね。俺は怖くて2時間しかクラブに行ってない。クラブは最高だ。俺たちと一緒だろ。価値観一緒だよ。想像で。ラジオネーム千本ノック。あ、でもお前ら二人がクラブ行ったらマジでもネットで叩かれるな。来たよ。だから花から行かねえでしょ。バイメ来たよ。いやいや、だからクラブカルチャーを使って売名しようとして。いやいやキモい。いや有名人がコミティ来たみたいな感じで叩かないです。そんな陰湿なのクラブ行く人。なんもっとパリピじゃないの。ラジオネーム千本ノック。今日はドレッシングを語る気分だから語らせてね。一番美味しいドレッシングは何なのかそろそろ俺が決めちゃうと思う。一番美味しいドレッシングはね、
すりおろしオニオンドレッシングなんだわ。略してすりおに。いくつもドレッシング見てきたドレラーの俺が言ってんだけど間違いないよな。あれはほんといろんな野菜に合うし、なんて言ったってキノコに合うんだよ。キノコに合うドレッシングって他にある？キノコにシーザードレッシングかけたことある？ないよね。キノコにごまドレッシングかけたことある？ないよね。そういうことなんだよ。キノコに合うドレッシングイコール最強のドレッシングだから、要するにすりおにが一番美味しいドレッシング。まあ異論はないだろうね。キノコが好きなんだよ俺。最近ちょっとハマってる人参のやつね。人参のドレッシング、人参すって、あなんか玉ねぎとかあとなんかお酢で混ぜたやつ、あれ美味しいね。ちょっと甘いやつ。なんかねキモオタがよ。いや結構ドレッシング、なんだお前ドレッシングのせいか入ってくんない。売名来いかい。おい売名じゃないですけど。おーおーおー、出た出た、キモオタがドレッシングで売名来いですか。いや来い。逆じゃないよ。なんそんなあげとこう。売名さして、なんならおドレッシング好き。マットさんでした。今の子たちはハマミと聞いても、まあ、ピンとこないと思うけど、当時のハマミの人気すごかったよね。ハマミ3枚目のアルバムがミリオンセラー記録してレコード大賞3連覇。まあ、ハマミは歌だけじゃなくてファッションもすごかった。女の子はこぞってハマミのファッション真似してたよね。そんな彼女らは通称ハミラーって呼ばれてた。これからも平成の歌姫ハマミの活躍期待したいね。答え言わない。浜崎あゆみさんでしょ。ハマミって言わないでしょ。浜崎あゆみ、お前らなんて言うの。あゆあゆっていうの。にわかなんだ。ハマミでしょ。にわかのコーナーでしょ。ハマミのハミラーって何ですか。アムラーでしょそれは。あゆラーも知らない。もうそんなあったっけ。こんばんはハマミラー。言わないよ。言わないよ。ハマミです。ハマミです。自分で言う。なんであんたら元気がないね。ハマミだよ。いや言わないよ。ハマミ。言わない。本物だって思わないもん。なんだよ。いや自分で言わない。フランス人形みたいだね。そちらフランス人形みたい。フランス人形。そちらは泥人形みたい。ハマミだよ。誰のつかみ。浜崎さん。あげとく。俺だよ。おまつさんでして2枚かな。じゃあごめん、2枚でエンジェルにしよう。じゃあ。パン。また面白いじゃん。にわかやめようかなと思ったけど、また最近ちょっと面白いな。やめときなくなるの一番困るんだよ。盛り返してくわ。盛り返してくんでやめてほしいんだよな。いいじゃない。面白い。どうしようかな。ラジオネーム、団子4兄弟。世界陸上も終わったことだし、今日は彼について語ろうかな。彼は誰だって、もちろん短距離界のレジェンド、ウサイン・ボルトね。ボルトって聞いて何を思い浮かべる？ 100m 走？それともあの独特のポーズ？どちらも俺に言わせりゃ全然にわか。ボルトの本当にすごいところは 200m 走出身ってこと。つまり 100m 記録なんてただのおまけ。 200m の記録や走りにこそ俺ら陸オタは注目するわけ。でも世間では 100m 走の結果が注目を集めてるじゃないかって意見あるよね。確かにメディアは 200m は 100m ほど報道されないけど、それはぶっちゃけ尺が長いから。でもだって 200m って 100m の倍じゃない。だからこそ俺はより長く彼の躍動する姿を目に焼き付けられる 200m 走をしたいね。いやマジでやめて、この本物。いやそうマジで本物の人お断りしてるから。そうオタクの方にね。うん、そうですね。オタクに。そうだそうだ。確かに本物の。どうしようかな。あれしようかな。ラジオネーム、あそうか、日記行こうかな。あはい。そろそろ日記。皆さんの日々の出来事を教えてもらっています。はい。ラジオネームシドジェット気流。土曜の牛の日だったのでスーパーでうなぎのタレ買ってきた。うなぎは高すぎるので代わりに喪服のベルト焼いてタレかけて食べた。
確かに喪服のベルト使わねえだろうしな。そんなな。いや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 。そんなないですよね。そんな喪服用の。まあまあまあ確かにそんなに。な、うん、最悪ベルトしなくてもいいじゃん。まあまあ。上着で、上着で隠しゃいいんだよ。隠れますからね。から賢いなこいつら。いや賢くないよ。知能犯な。いや食っちゃったんですよこれ。牛側だ食えるじゃないんですよ。ラジオネームメイドメーカー。今日は久しぶりに地元の友達と飲みに行った。急に友達に、おい、てかお前まだ童貞だろって言われたから、ちげえわ、月4でやってるわって嘘ついた。月4っていうのは我ながらリアルの数字だったと思う。週1でいいよ月4だ。ラジオネームイーグル。ゆりかちゃんにツイッターでブロックされたので、俺をなんでブロックしたのか、ゆりかちゃんのバイト先に聞きに行った。バイト先の店長に今日は休みだよと言われた。でも多分嘘だって、ゆりちゃんの自転車店にあるし、名探偵の目はごまかせない。怖っ。犯行予告、これ証拠だからただの。怖っ。確かに不利になる、裁判で不利になるってやつを送ってきちゃってるけど。犯罪者っていうのはやっぱり何かを残したいんだよ。あ、逆にね。ラジオネーム三平。15年ぶりに靴読めなくなっちゃう。読めなくなっちゃう。15年ぶりに靴を買いに行った。分からんでもないけどな。一番丈夫な靴をくださいと言ったら、ごついスキーブーツをおすすめされてから4万円で購入。色が落ち着いたマットブラックだからスーツにもよく合わねえ。めちゃめちゃめちゃエンジェルあげた。パン。15年ぶり靴買ってても分かんでもないわ。いやそんなもんですよ。お前もそうだろ。なんかそうですよ。そうでした、そうでした。以上です。 Slay Night Dreamer Live on airさあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお届けしております、有吉弘行サンデーナイトドリーマーです。今日のメールテーマは、まあ、24時間絡みね、ちょっといろいろと募集しております。もうブルゾンちゃんはゴルシャだね。はい、はい、はい、ですね。あ、発表の時見た？発表は見てないですね。見てね。俺発表の時だけ見たな。ああ誰だと思った？予想は、予想してた？あ、でも僕は三浦アナウンサーな。ああ、そうなの。なんかイメージでしたね。へえ。前見たらなんかみやぞんがインタビュー受けて、ああ、みやぞんってこともあんのかって。なるほどね。いろいろとあったね。うん。まあ、ブルゾンちゃんが走るどこは置いといてさ、はい、まあ、ツイッターとかさ、はい、あとテレビの放送とかでもさ、はい、ランナー俺かなとかさ、ランナー確かな、準備できてますみたいなさ、はいはいはい、こと言ってたやつマジでちょっとリストにしてほしいぐらいだね。僕見つけたのは広瀬アリス。小梅太夫。武井壮さん。リスト作るな。そのではそういえば決まったのかなと思ってツイッター見てたんですよ。ああ、スライスしたら、はい、あ、いるなやっぱりな。残念だな。ラジオネーム池湯 FM 三重。有吉さん、先ほど半蔵門前で翔平さん見ました。お、え、お、しかし急にお腹が痛くなったらしく、うん、家のトイレじゃなきゃうんこできないと言って自分の家に向かっていきました。こんなボケ。期待しただろう。何、小学生かこれ。小学生からの目撃情報じゃないんだよ。ラジオネームクラウンマジェスティ FM 岡山。先ほど翔平さんの応援行ってきました。差し入れに蜂蜜レモンを持って行ったら、レモンなんて酸っぱくて食べられないだろう、ふざけるなと怒られました。めちゃくちゃだな。あいつ死ねばいい。せっかく、確かにね、もう善意でしかない。まあでももうビール飲みたい時間だぜ、そろそろ時間的には。いや時間的には着いてからにしろよ。目的地があるんだから。ここ来てくださいよ。前にビール飲んじゃうんだよ。10年ペガサスキッドジュニア FM 岩手。24時間ランナーブルゾン、ブルゾン
テルエこと翔英さんですが、現在山梨県勝沼でブドウの木を蹴ってハマグリを取ろうとしています。残念ながらハマグリは取れず、収穫間近のブドウの実がポタポタ落ちてしまっています。翔英さんは今年も俺ハマグリ取る、俺頑張る、ブドウ館目指す、ブドウとハマグリ取る、ブドウパン食べると叫んでいます。ブドウ館とブドウパンを間違えているようです。エンディングまで間に合うか分かりません。ハマグリどっから出てきたんだよ。ブドウパンはいいけど、ラジオネーム、黒猫ヤマト、黒猫トマト、はい、FM 長野。現在松山千春さんは北海道のバーでウニをつまみにタンタカタンを飲んでいます。現場からは以上です。千春さんの情報は今現在募集してないんですよ全く。ラジオネーム、北海道のバーってウニあんの。タク吉村 FM 長野。有吉さん、屋敷鷹人やっぱ好きやねん、お願いします。でもう一度やり直そうって平気な顔をして、今さら差し詰め、すげえな、振られたんやねん、あんたわがままな人やから。ラジオネーム。やっぱ好きやねん。言ってくんねんだ。曲言ってください。はい、海を愛す国家元首、加山さんの名曲です。海、その愛。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Stay Night Dreamer.さあ、東京半蔵も JFN スタジオから有吉弘行とトップリード我がと優しい雨松崎がお送りしています。続いては祝辞弔辞、いろいろとフォーマルな席の挨拶が僕できないので、ちょっとそろそろお前らもどうせできないの。できないですね。そうですね。もじもじして、もじもじするだけやろどうせ。いやでもそうでしょうね。ゴニョゴニョ喋って終わりだと思います。そうなんか言っちゃいけない、はい、祝辞だ弔辞なのにもう途中であるスマホ見て、いやいや、そんなことない。私イコールスマホ見てるラジオネームラッパーザキバチョフ、今日は片岡鶴太郎さん130歳の誕生日パーティーご招待いただき、誠にありがとうございます。まさか、62歳の時に言っていた目標の125歳を超える、130歳に、なるなんて思ってもいませんでした。しかしここに至るまでに片岡鶴太郎さんには様々な困難ありました。皮と骨の気持ち悪い体を世間にさらし、ヨガ中心の生活で奥さんや子供から見捨てられ、汚い醜態をさらしてみんなから笑われるという困難を乗り越え、言い方、ついに130歳になることができました。片岡鶴太郎さんはヨガで痩せに痩せて、今現在体重が 0.0001g になり、もはや髪の毛よりも細くなってしまいましたが、130歳のお誕生日おめでとうございます。軽っ、そうやって発見すんだよ。みんなアリエッティみたいな、どうやって発見すんだよ。軽いな、飛んじゃうよ。ラジオネーム三平、妹よ、インスタデビューおめでとう。ブスで貧乏なお前が裸一貫インスタ界に乗り込むなんてびっくりだよ。ブスの自撮り写真ほど迷惑なものはないし、ブスが食ってる飯の写真も、ブスが食ってる、ブスが塗ってるマニキュアの写真も、需要はゼロだよ。ブスが綺麗な風景写真アップしても、傷口に塩を塗るようなものだし、おしゃれな人と繋がりたいとかいうアホなハッシュタグつけて、洋服の写真乗っけても、似たような体型のブスが集まってくるのがオチだ。そんなゲルブスの最前線にいるお前がどう戦うのか、興味深く見守っていたんだが、一発目からデカ乳首のドアップで攻めてくるとは思わなかったよ。いや、さすが俺の妹だ。お前は立派な作詞だよ。もちろん、いいね、押させてもらった。玉袋の写真だけを毎日アップし続けている、
日めくり玉金カレンダーというアカウントが俺だ。フォローよろしくな。二人でインスタグラムひっくり返そうぜ。バカじゃないよマジで。何やってんだ兄弟で。何のこいつ。いやあげとく。何の祝辞なの。デカ乳首で。祝辞ちょっと続きますけど。ラジオネームラッパーザキバチョフ。皆さんご入学おめでとうございます。この高校で3年間学び、さまざまな出会いを経て、人として一人前に、成長してくれることを願っています。ここで皆さんは疑問に思うでしょう。どうしてこのスピーチをしている人は全裸なのだろうと。その理由は私が変態だからです。あなたたちにチンコを見られているだけで私のチンコはフル勃起してます。隠せ。皆さんはここでまた疑問に思うでしょう。え、あれでフル勃起してんの。シシトウみたいなのに。その理由は私のチンコが小さいからです。私はこの学校に縁もゆかりもございませんが、あなたたちの未来明るいことを願っています。いい加減してくれよ。つまみ出されるだろう。なんでここまでできてるんだよ。そうだ、そうだ、おかしいだろう。5秒で退場だよ。ちょっと続きます。ラジオネーム三平。この度イケメン漁師の鮫島、健一君と魚屋のあゆさんが結婚されるということで、アイデアを練りに練って、巨大かまぼこのような面白スピーチを完成させてまいりました。バカ言っちゃうなよ。笑いどころを逃さぬようしっかり聞いてください。言っちゃう、ね、それでは行きます。本当におめでたい。タイですね。きっと二人は毎日キスをするんでしょうな。キスです。いいよ説明。私もあゆさんみたいな華麗な人にカツを入れられたいものです。タイとカレーとカツとタイです。言わなくていいんだよ。あゆさんに責められたならなかなか行かないわしみたいな男でもすぐ行っちゃいます。いやいや祝辞を忘れてるよお前。よし。いや、そこじゃない。内容の話が。もし、人手なしの健一が浮気をしたら、えい、このタコめ、実家に帰るぞと脅かしてやってください。人手なしたら、えい、タコ。いや、変えるサイズ変えるサイズなしなんだよ。以上です。パッと見笑ってる人は一人もおりませんが、よかった。帰宅した後急に壺に入る可能性もありますので気をつけてくださいね。本当におめでたい。つぼに入るのタコみたいなことじゃないの。そこ言ってくんねえんだ。やばいったな。ちょっと上げすぎかな。いや、エンジェルだな。これはエンジェルだな。いや、しょうもない。めちゃめちゃ危険な祝辞だったな。ね。目的忘れてましたもんね。途中ね。下ネタみたいな。ラジオネーム、葉脈。この度はご結婚おめでとうございます。これからは、これから二人には、山あり、谷ありのことでしょう。ここで、小話を一つ。まあ、あるか。袋とかね。ある町に、一人の怪盗がいたそうだ。そいつに盗めないものはない。でも金目のものは取らないそうだ。そいつは若い人妻のパンツを狙う。そう、俺の履いてるパンツもお前の奥さんのやつだ。俺はこれを置かずに4回はしこったぜ。なんか照れくさいな。結婚本当におめでとうございます。
どうしたの？小話じゃないよ、それ。全然小話。告白だよ。どうした？罪の告白だよ。どうしたん？今日調子いいな、みんな。あげとこう。ちょっと今日はいっぱい出ちゃうから。またちょっと山川に機嫌悪くなるだろうな。ああ数えますからね。手紙書かなきゃいけないから。ああ、なるほど。いや、ちょっとでも面白いな、今日な、またな。うん、ああどうしようかな、一旦やめようかな。調子もないわ。以上。Stay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer. さあ続いてはオタク。我が松崎オタクですから。はい。まあ、当然オタクのリスナーの皆さんもいますし、オタクのことは何も知らない人もいますから、何でも自由にオタクに関することなら、うん、はいはい、来月もあお前らなんでだってな。あ、はいはい、はい、そうです、はい、ちょっとイレギュラー、イレギュラーだから、はい、だからまだオタクの質問続くんだな。そうですね、はい。まあでも松崎はちょっとどうしようかなと思ってるよ。あんまりあのコミケに芸能人が行ったりしたら結構あの冷たいこと言って追い出したりするから、いや、あんまりちょっとこの FM 局の中にオタクの人入れたくないなって思いあるけど。え？お前らがそういう風な手段に出るんならな。手段に出るんだ。いや、僕は何も言ってないですよ。いや、言ってんのと一緒だから。いや、一緒じゃないよ。なんで？お前らだって人くくりするじゃないか、芸能人。いやいや、しないですよ。しないですよ。それ人によって違うでしょ、そりゃ。そうですよ。人くくりだろ、どうせ。芸能人って。いやいや、俺も人くくりでしょ。オタク禁止 FM に入ってる。いや、だからなんで芸能人をコミケに来んなみたいに、オタク FM に来んなって、うん、一緒だん、やってること。排除だろ。いやいや、排除、排除しないでください。しないでよ、じゃあこっちだって。いや、したくないよ。もういいんだよね。みんなやめてね。そうやって訴えていかなきゃ。いや、もう、はい、内側からいかないとさ、外側から言ったって何にも、だってまあ確かに反発になるだろう、はいはい、いや何っつって、はい、内側から改革していかないとな。まあ確かに、まあまあ、それはあると思いますね、うん、感じてほしいな。松崎ってやらなきゃ。俺だけの話です。その人の話。俺だけの話でしょ、それ。結局一人に攻撃しちゃうから。ラジオネーム東北自動車道。好きな女のアニメキャラのことを俺の嫁っていう人たちって、うん、その嫁のプリントされた T シャツよく着てますが、はい、うん、自分の奥さんがプリントされた T シャツ着ていて恥ずかしくないんですか。まあ、まあ、なるほど、まあ、普通だったそうだよね。はいはい。まあ、西川きよし師匠が西川ヘレンさんの T シャツ着ないわな、普通。まあそうですね。はいはいはい、うん、だからまあアピールしたい人は、まあ、そういうことをまあやりがちですよね。何のアピールなの？その、いや、僕はこのキャラ好きだよって、まあ、嫁だよっていうのを、まあ、このキャラ好きだよじゃダメなのね。もうちょっとアピール知ってもらいたいんでしょうね。誰に？世間。世間？世間というか、あと、と街ですれ違う仲間、仲間が、うん、あの、うん、今通り過ぎたあの人も同じキャラ好きなんだって思いたい、うん、みたいなのはあると思います。まあ全身に入れ墨入れた人たちと一緒だよな。腕から入れ墨出してる人たちとな。なんで出してんの、そんな入れ墨、怖い。いや、それだって仲間がいるときちょっとタトゥーどうしてよ、入れてんねん、タトゥーっていう。お前らが大嫌いなタトゥー入れてそうな人たちと一緒だけどね、言ってることはな。だからバカにするなよ、タトゥー入れてる人のことも。いや、バカにはしてないですよ。タトゥー入れてる人のこともバカにするなよ。いや、バカにはしてない、はい、はい。そう、でもな、怖いもんな、それだと。みんな怖いか、そういう。怖いよ、それは。俺らだって怖いよ、その、うん、三浦梓さんの T シャツで。俺にグッと迫られてきた。入れ墨と同じぐらいの怖さあるってことだけは分かっててくれよ。そんな、いや、可愛いでしょ、だってそれは。入れ墨だって可愛いじゃないか、だって。可愛いよ、柄によりますよ。柄によるって、そりゃそうだろ、一緒だろ、だって。やってることはな。はあ、ラジオネーム弟子の雅彦。お二人が大好きなキャラのフィギュアを目の前で僕のアナルに入れたら怒りますか？怒るよ、そりゃ。怒る、もう怒るでしょう。怒る、怒るかな。怒るっていうか、なんだ、何し、あったかそうだなとか。え、キャラに、おい、あったかそうだな、あよかったなとかさ、どう、なんかどう、どう、どう言わ、聞かない、聞かない、フィギュア怒る、それよりは。怒る、いや、笑うのかな。何してんのって。
ラジオネーム三丁。オタクって無駄にプライド高いのなんでですか。そうなんですか。高いね確かに。まあそこしかないからでしょうね。そこしかないっていうのは、そのオタクの知識をもう否定されたらもう何もない人たちはそういう傾向にあるかもしれないですね。あ、まあ一緒 か, 入れ墨入れたい人たち一緒にしたがりますけどまあ一緒かもしれないですけど、まあ、いや一緒だと思うよ、それはやっぱどっかやっぱ寄り所だからね。はい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 、はい、それはよく、うん、ファッションっていうところで一緒、うん、アニメオタクとなんか、ね、特攻服着たような暴走族みたいなのが同じ、いや一緒一緒みたいな、みんな言いますからね、寄り所が武装してね、はい、みんな同じですよ、それはよくわかりますよ、それは、うん、歩み寄ってる感じはしますよ、本当、頑張ってくれ、ラジオネームね、サイン Z、 松崎さんは去年のアフタートークで、はいはい、君の名はの CM を見ただけで泣きそうになったなぁとおっしゃってましたが、はいはい、君の名で一体何回しこりましたか。君の名は、君の名はでってこと、言うんすか。いや、まあ、正確な数字はあれだけども、それは、まあ、お前なりの言い方でいいけど、でも片手程度ですよそれは何カッコつけてんの。それがプライドなのかな。ねえ、片手程度ですよ。ない。今まで何人の女と付き合ってるの。まあ、片手ですよ。ない。君の名はで何回しこっと。片手。君の名でし、それで。俺はよくわかんないけど。そうなの。いや、まあそういうあの思い出してとか。シーンを。シーンを。そんなのあったっけ。あのバスケしてるシーン完全絶対ノーブラだったんであのそうやってやっぱ想像していかなきゃいけないのか。そうですね、してた、はい、なるほど。中に男の子入ってるからブラジャーとかつけないんです。なるほど。その入れ方は完全にノーブラでした。そういうもんなのか。はい、じゃあ我がはでもあれか。じゃあ、なんだジグザグジギーとかさ、はい、なんだっけ、ラブレターズとか、ラブレターズとかでオナニーすんの。いや、しないですよ。コント好きだから。カモメンタルとか。いや、しないですよ。なんだろう、カモメンタルのコントでオナニーするんですか。だからコント、まあ、アニメ好きだからアニメで、うん、いつもコントコントって言ってるじゃん。なんていう、いやいやいや、いやしないし、そんな、浴場するものしか言っちゃいけないですか。いや、そうなんですよ。いや、俺はそう思って、なんかコントコントって言ってから。いや、違う。ああ、誤解だな。誤解があるな。いや、そんなコントで。ハマカーンとかじゃないんだろ。だからその、漫才じゃない。ブラマヨとかじゃないんだよな。だからな。いやいや、俺、その、いやー、ハマカーンではちょっと抜けないんですよって僕言ってた。TKO さんとか。いやいや、だから抜かないですよ、コント。TKO さんでは ?TKO さん。ない。なんで俺、TKO さんで熟女コント、熟女コント師みたいな。熟女コント師やな。ジョじゃねえし。熟していくかもしれない。そんな後ろシティとかなら。あ、そうだね。いけそうじゃないですか。いや、いけないわ。なんで後ろシティのコントで。そんな片手で収まる程度。吉本系？いや吉本系とかで、俺ファンじゃねえから。俺お笑いのファンじゃねえから。何のコントでじゃあ抜いてんだよ。抜いてねえよ。カッコつけてんじゃねえわ。なんでコントで抜くんだよ。自分のか。自分の。自分のコント。いやー受けた気持ちいいっつって、なんで抜くんだよ。ブレイク。ありがとうございました。急なんだよ、本当にくだらない人間の方が私の方が地位もね、意識も、力を持った人間に、口を聞けるチャンスを与えてます、いつもね。本当ありがとうございます。あとだしね、来年君たちが、戦艦甲子丸の全力の爆撃攻撃からもし逃れ、だから、ね、北海道にでも逃れることができさ、生きてたらまた来年お会いしましょう。いや、千春さんのおかげで北海道免れたよ。今日はね、メールはね、
結構全部みんな結構面白かった。今日よくあったのがね、ラッパーザキバーチョフとじゃあ三平さんはじゃああれなんかあのまだグッズ何個なんかあるんで、じゃグッズ送っときましょう。マグカップはないですけどグッズの方送っときます。あ、はい。メタン歌うんかい。こちらでもね流れてますね。ゲスの極み福君 FM 岩手、どうもブルゾンちえみです。この番組からお便りをいただいて元気が出て感想できました。本当に感謝ありがとうございます届いたんだ。ちゃんと届きましたね。送っといてよかったね送ったんだね。そしてまた福島F、麻布十番祭りで検索したら川崎真代さんいたらしい調べるんじゃない よ、 いいですよ、ね、でもマヨさんはいいよ別に、そうだもん、マヨさんいそうだね、うん、ということでね、もう24時間テレビも終わってしまいまして、うん、こちらも終了ということですけどね、翔英君、ちょっと残念ながら、ま、ちょっと時間内にはゴールできませんでしたし、そうですね、そうです、ちょっと未確認情報なんですけども、はい、交通事故に遭われたと。いやいやいや、何があったんだよ。ちょっと大型のトラックとのちょっと接触事故があったそうです、今ちょっと、病院の方に、はい、行っちゃって向かっておりますんで。向かっております。病院に向かってたんです。運ばれております。病院になっちゃったんだ。病院にあのご自身で向かっております。救急車を呼べ救急車をちょっとぜひね、ゴールできなかったわけですから、はい、ネットでね、叩いてほしいそんなパーソナリティーかやめてくださいね。頑張ったって言ってあげましょうよということで、またぜひ来年もお会いしましょう。皆さんが生きてれば。お相手は有吉弘行とトップリード和田と優しい雨松崎でした。また来週お会いしましょう。さようなら。